ックから緊張しますね。あ、やばい。はい。ありがとうございます。ちょっと暑いので、お気をつけください。こちらです。はい。ありがとうございます。暑いんで。ありがとうございます。はい、JR 浜松駅からほど近い新川モールにできた行列。コーヒー販売店に立ち、真剣な表情でコーヒーを入れるのはジュビロ磐田の山田裕樹選手と金子翔太選手です。平日の夜、練習を終えた選手がなぜコーヒーを売っていたのでしょうか。昨年チームメイトの小川大輝とともに一般社団法人を立ち上げて地域の子どもたちのために活動していて、今回その一環として、売り上げの一部を寄付するためにこういったコーヒーイベントを開催しています。浜松市出身で一児の父親である山田選手、小川大輝選手とともにこれまで病院訪問やおもちゃの寄贈などの支援を行ってきましたが、その活動をより本格化するために去年、一般社団法人リフレームを設立しました。コーヒー販売はその活動の一環で、理念に賛同した金子翔太選手とともに、浜松市内のコーヒーショップと協力し、オリジナルコーヒーとクッキーを販売しました。2日間で用意した250セットは完売したということです。思った以上にすごいたくさんの方に来ていただいてすごく嬉しいです。もっと活動だったり、まず子どもたちを取り巻く課題っていうのを知っていただけるように、いろいろ活動していきたいなとは思ってます。今後は子ども食堂の設立なども視野に活動を続けていくということです。